ブラックピンクは韓国だけではなく全世界で愛されているガールズグループです。特にメンバーの一人であるリサの母国タイでも大人気を博しています。もちろん他のメンバーも人気がありますが、やはりリサが一番人気だそうです。たまにリサの過激な東南アジアのファンが韓国人メンバーを批判したり、リサだけ差別されていると主張し不満をあらわにする場合があります。特にジェニーがリサをバカにして自分一人で可愛い衣装を独占しているというコメントが多いです。最近ジェニーが過激な東南アジアのファンの悪質なコメントに冷静に対応したのが話題を呼んでいます。ブラックピンクは韓国だけではなく海外でも大きな人気を集めているワールドスターです。アメリカ、ヨーロッパなど多くの国で人気を博していますが、その中でもタイで圧倒的な人気を誇っています。それはおそらくタイ人メンバーのリサの存在があるからだと思います。実際韓国の文化体育省で発表した国家別好きな韓国の歌手調査資料を見てみると、あなたが現在一番好きな韓国の歌手は誰ですかという質問に、タイでは圧倒的な数でブラックピンクが選ばれました。驚くことにリサ個人でも 6.1% と5位以内に入るほど高い支持を得ていました。そのためか、たまに一部の東南アジアのリサの過激なファンが騒ぎを起こす場合があります。最近過激なファンは所属事務所が人種差別をしていると主張しました。ことの発端はリサがパリファッションウィークに参加しなかったというニュースが報じられてからです。他のメンバーはそれぞれ広報を担当しているブランドのイベントに参加しましたが、リサだけパリにいながら不参加だったのは事務所の差別行為だというのが彼らの主張でした。しかし当時リサが参加しようとしたイベントはブルガリがコラボしたランジェリーファッションショーで、パリではなくイタリアのミラノで開かれたもので、リサが参加しなくてもいいイベントでした。幸いこれが一部のファンの憶測だったことが分かりましたが、過去にもこんな憶測は何度もありました。一昨年にも韓国人たちがリサを人種差別しているという非難がありました。これはゴールデンディスクアワーズに登場したリサの記事についたリサの見た目を批判するコメントから始まりました。リサに対するブス、国に帰れなどの差別的なコメントをタイの放送局や K-POP 専門の海外メディアが報じました。海外の K-POP ファンコミュニティでは、韓国に対する批判とともにリサを支持する、リサを守るべきだなどのハッシュタグをつける運動が起こりました。同じタイ出身の男性アイドルグループの GOT7 のメンバーベンベンもタイのメディアとのインタビューで、一部の人の話であり、リサのことを好きな人の方がずっと多いと答える場面もありました。その後も過激な東南アジアのファンは小さいことも敏感に反応し、人種差別の証拠だと主張しました。特にジェニーがリサをバカにして、ジェニーのバックダンサーが着ていた衣装をリサに着させたと主張しました。どんどん状況が深刻になり、ジェニーもこれに気づいたようで、バンコクで開かれたブラックピンク初の世界ツアーで、ジェニーはリサについてこうコメントしました。リサは本当にポジティブで強い人であることをタイの皆さんの前で話したかったと言い、私たちメンバーがもっとしっかりリサを見守りますと付け加え、リサを温かく抱きしめ、会場のファンから熱い拍手を受けました。こんなジェニーの行動は人種差別の噂は事実無根であることを見せ、また悪質なコメントで悩まされたリサを慰めるためだと思われます。リサを応援したいファンの気持ちはよくわかりますが、度が過ぎるとかえってメンバーに悪影響を与えてしまう恐れがあることを認知するべきだと思います。